ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市小殿の町の、えー、こちらの貸倉庫のご紹介でお邪魔しております。賃貸のマスキー、イメージキャラクターのマカスくんです、えー。早速ですね、マカスくんと一緒に、えー、ご紹介させていただきたいと思います。えー、こちらがですね、えー、1番からね、えー、こちら11番までと、えー、また奥の方にもですね、えー、反対側に続いております。 えー、区画位置の方はですねまたその都度、えー、窓口の方までご確認いただければと思います。まあ、基本的にはねあのー、自動車、えー、またはですねま家、あ、財が保管されていることが多いと思います。そういったですね えー、中の収容物のご確認などもですね、窓口のまでご確認いただければと思います。はい、えー、詳しい条件なども、えー、合わせて弊社の窓口までご相談ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のますキでは皆様の物件探しを全力でサポートさせていただきます。以上でマカス君からのご紹介でした。ご視聴ありがとうございます。